バーコードバトラーは1991年にエポック社から発売された電子ゲーム機。またはそのシリーズ。本体に備わったスリットにバーコードのついたカードを読み取らせ、その数値情報からキャラクターやアイテムのデータを生成し、1VS1 で遊ぶゲーム。専用のカードが同梱されてはいるが、一般商品などについているバーコードを使って、 オリジナルキャラクターを作ることができるというのが肝である。初期型である白色のバーコードバトラーのほか、システムを一新した黒色のバーコードバトラー2がある。2および口実のバーコード11には通信用の端子が存在し、専用の拡張機器であるバーコードバトラー 22C0 およびバーコードバトラー 22C2 や、口実のテレビゲーム機と接続することができる。 2005年8月には iApple として復刻した。自作のカードを作る場合は、商品のバーコードを切り取り、カード上のものに貼り付ける。基本的には JAN コードをターゲットにしているが、8桁または13桁のワールドプロダクトコードに属していれば、海外のバーコードや ISBN でも読み取ることができた。ゲーム画面は最低限の文字の他はすべて、 セブンセグメントのデジタル絵数字のみで構成され、キャラクターの姿や舞台設定などはカードのイラストや漫画版などで補われる。同時期の他のコンピュータゲームと比較しても非常に単純であるが、それだけプレイヤーにとって想像の余地が大きい。子供たちの間に熱狂的に迎えられ、小学館の月刊、コロ,コロコロコミックにバーコードファイターや、 学習雑誌の小学1から3年生に、バーコードバトラーを題材とした作品が連載されるに、及び、全国の玩具店では対戦のイベントが行われた。イベントでは限定カードが配布され、バーコードバトラー、本体には付属されていなかった、チャーハンミカド、チャーシューファンやデンターラ等が配布された。後にチャーシューファンとデンターラは、小学館の雑誌で、 キシフラッペのカードと一緒に再配布された。また、エポック社から定期的にバーコードバトラー新聞を購入することもできた。しかし、悪意ある大人が強いバーコードを生成し、無知な子供に販売する、店の商品からバーコードのみが切り取られるなどの問題も発生した。また、攻略本によっては、複数のバーコードを継ぎ合わせたり、さらに、 パソコンソフトを使うことで思い通りのバーコードを作る方法を紹介していた。ゲームモード選択後、カードを本体にスライドさせることでデータを読み取らせ、液晶に生命力、攻撃力、守備力などのデータを持つキャラクターを表示させる。対戦モードの場合、二人がそれぞれ持ち寄ったバーコードを読み取らせた後、ランダムあるいは潜在能力により、 先行、後攻が決められる。その後、戦闘が開始される。ゲーム自体は非常にシンプルであり、プレイヤーの操作はゲームモードを選択すること、バーコードを読み込ませることと、交互に訪れる各自のターンに攻撃か回復を選択することのみである。キャラクターとキャラクターを合体させることができるというシステムがある。合体には相性もあり、 その良し悪しによって数値以上の効果が出たり見かけ倒しに終わることもあった。攻撃の際液晶の表示や攻撃音に合わせて攻撃ボタンをタイミングよく押すことで攻撃力が増す裏技も存在した。これはもともと初期製品にはなくその普及過程で生じた都市伝説だったが2で正式に実装された。バーコードの数字によりパラメータが決まる。 キャラクターの場合は目に見える生命力、攻撃力、守備力の他に特殊能力が存在する。これには規則性があるため、例えば店頭で商品のバーコードを見ただけで、生命力、攻撃力、守備力いくつとそのキャラのステータスのみならず、特殊能力までも読み取るものも珍しくなかった。特に初代バーコードバトラーは比較的単純だったためデータを読むことは簡単だった。 バトラーアイでは JAN コードはキャラクターしか存在せず、アイテムは付属のカードか JAN コード以外のバーコードでしか存在しなかったが、2および 2, 2については JAN コードの約半数がアイテムとなり JAN コードの最後の桁が0から4だとキャラクター5から9はアイテムという設定となった。後日のコンピュータ戦線用であるボス探索や 薬草補充という特殊なアイテムも存在し、これらは専用カードにのみ存在して、一般商品のバーコードからは出現しないとされる。回復はバトラーアイでは回数の制限がなかったが、2では薬草を所持している場合のみ回復できる。2および2、22では初期状態で5個持っている薬草を3個まで同時に使うこともできる。特殊能力は戦闘開始時にパラメータを変化。 させるといった目に見えるものの他にも、画面では確認できない先行が取りやすくなるものや、命中率100%か、会心の一撃が出やすくなるもの、相手から受けるダメージを軽減するものなどがある。2以降では、相手の能力値を減少させるような新特殊能力も追加された。バーコード11においても、バトラー i 2にと同様に、バーコードの数字によりキャラの能力値が決定される。 特殊能力も存在した。バーコードバトラーこの他、画面に B3 モードなる表示も存在しており、攻略本でもその存在に触れられてはいるが、実際は選択することができず、どのようなモードであるのかも謎となっている。バーコードバトラー2バーコードバトラー2に C 0通常は CCC 0の2モードしか選択できないが、同じ2に C 例をもう1台接続することで、 さらに3つのモードが追加される。バーコードバトラー2に c 2バトラー I2 のストーリーモードおよびカードソフト静電シリーズは同一の世界を舞台とした連続ものストーリーとなっている。I はバーコード星雲というところにあるコンビニエンス星という惑星が舞台。II は星雲内にある五つの惑星、コンビニエンス星、メトルマーケット星、ローマ語星、サンマート星、 声優星すべてが舞台となる。登場キャラクターの大半は二三頭身のロボットのような姿をしており、設定なども明らかに機械であるかのような記述がなされることが多いが、年を取ったり子孫を残したりもする。また2からは人間に近い姿をしたキャラも多く、登場するようになった。しかしいずれのキャラクターも、人間とも、機械生命体とも、 単なるロボットとも明言されていない。西雲の住民たちは、そのモチーフとなった商品によって、火炎、雑貨、洗剤、食品、カレー、麺、スナック、ジュース、ドリンク、手欄の十部族のどれかに属している。西雲の歴史は、過去から順に、スーパー機、マーケット機、コンビニ機、コンビニ対戦機という四つの時代からなっている。愛の主人公の一人である。 ラーメン大帝は、マーケット機では少年であり、コンビニ機では老人になっていることから、愛の舞台であるコンビニ歴 20xx 年とは、この二つの時代の間と思われる。バーコード成分、コンビニエンス性。雑貨王国、食品王国、冷蔵王国などが存在する、この惑星の住民たちは、マスターコンピューター、マザーによって、バーコードで管理され、平和な日々を送っていた。 しかしコンビニ歴 20xx 年、冷蔵王国の王、中ハイカーンが突如反乱を起こしマザーを占拠、住民たちを次々に洗脳し始めた。洗脳されて悪の手下となった人々によって恐怖のブラックワールドと化したコンビニエンス性。しかし辛くも洗脳を逃れた三人の選手がいた。彼らは中ハイカーンから故郷を救うべく決死の戦いを挑む。 カードソフト一その戦いから10年後、チューハイカーンは倒れ、平和を取り戻したコンビニエンス製。しかし、倒されたチューハイカーンは偽物だった。隣のメトロマーケット製へと逃げ延びていた本物のチューハイカーンは倒された新兵隊たちを妖術で蘇らせ、再び侵略を開始する。三人の戦士たちは平和に浸りきり、かつてのパワーを失っていたが、 ラーメン大帝が開発していた新兵器を身につけ新たな戦いに挑む。カードソフトに本物のチューハイカーンが倒れた数日後、コンビニエンス製に住む重部族の族長たちが次々に姿を消した。やがて宇宙から謎の巨大宇宙船が開い、その中から行方不明となっていた族長たちが現れた。彼らは何者かに洗脳され、 魔教軍団ゴッドマーズを名乗り、母性に攻撃を開始する。三人の戦士たちは、宇宙船から脱出してきた謎の戦士、肉マン皇帝の口から、衝撃の真相を知ることとなる。カードソフト三肉マン皇帝を仲間に加えた、戦士たちは、魔教軍団に勝利、そのホスの口から宇宙船に侵入するためのパスコードを、引き出し、ついに船内に突入する。 そこには4体のゴッドとゴッドを守る超最強護衛隊が待ち構えていた。死闘を繰り広げる戦士たちの前に突然姿を現すコンビニエンス製のマスターコンピューターマザー。そしてゴッドとの最終決戦が始まる。なおこの愛の戦いは漫画バトラー英雄伝説では第一次コンビニウォーズと呼ばれていた。 登場キャラクター主人公主な味方キャラクター主な敵キャラクターラーメンタイテーラによってゴッドは倒されバーコード成分に平和が訪れたそれから時は流れ今ではタイムマシンが実用化されタイムトラベルが可能な時代となっていた時間旅行者による歴史への悪影響を防ぐため四つの時代は歴史を固定する力を持つ宝石 レジスタストーンで作られた鍵によって管理されていた。しかしゴッドは悪魔的天才科学者、リサイクル博士の手によって復活。ゴッドと博士は鍵を強奪し、歴史を自分たちの支配するものへと書き換えるべく過去へとタイムスリップしていった。各時代の住人たちは次々に洗脳され悪の手下とかし、バーコード星雲はゴッドの支配するブラック星雲へと変貌しようとしていた。 マスターコンピュータ、マザーによって、星雲全土から呼び集められた6人の戦士たちは、ゴッドラの魔の手から星雲を救うため、予備のレジスタストームをタイムマシンに装着、彼らを追って、過去へと向かった。カードソフト星伝1.2ゴッドを倒した戦士たちは、コンビニ歴 20XX 年において、リサイクル博士を追い詰め、彼の率いるモンスター軍団に、勝利。 元の時代へと帰還した。しかし戻ってきた彼らが見たものは異次元からの侵略者、ダークバーコード星人によって征服された星雲だった。博士がレジスタストーンの禁断のパワーを使いすぎた結果、彼らをこちらの世界へと招いてしまったのだ。バーコード星雲の存続をかけ、戦士たちの新たな死闘が始まった。 カードソフト静電3.4ダークバーコード母子人に勝利した戦士たち。だが、リサイクル博士は再び逃亡してしまう。宇宙へと追撃に出た戦士たちが見たものは、バーコード星雲へと突き進む巨大彗星の姿だった。このままでは、星雲は消滅してしまう。登場キャラクター主人公主な味方キャラクター主な。 敵キャラクターバトラー2専用カードソフトとして1992年夏に各7 8 0円で発売されたシリーズで全3巻。同じカードソフトの聖伝シリーズより先に世に出た。本体付属カードのストーリーとは異なる世界を舞台としている。主人公達は聖伝とは同盟の別人という扱い。敵キャラクターはボスキャラ以外は 本体の C1 モードの敵キャラからの流用で一部名前が変更されているものもいる。物語の舞台は平和を司る守護神レジータによってバーコードで管理される世界とされており特に世界名は設定されていない。コンビニ国、サンマート国、声優国という3つの国の存在が確認されている。なお、概念1.2のカードは 後にそれぞれホワイトカードを加えた上で11枚ずつ分割されてコンビニエンスストアなどで販売された。太古の昔、守護神レジータによってバーコードで管理される世界があった。人々は平和に暮らしていたが、ある時コンビニ国で黒魔術師の王パノラマンダーが反乱を起こした。パノラマンダーはレジータに死眠の魔法をかけて深い眠りにつかせ、三つの 魔風の秘宝を強奪したのだ。彼は、大重神コピーダを復活させ、その力を利用して、世界を支配するつもりだ。サンマート国の王、ファラオは、世界各地から6人の勇者を呼び集め、パノラマンダーだと命じたかくして、勇者たちとパノラマンダー一味との戦いの火蓋は、切られた。 主人公主な敵キャラクター1992年7月から9月上旬までの2ヶ月半に小田急電鉄のスタンプラリーとして実施。当時69駅のスタンプを集め、カード収集要素に加え限定カードソフトが作れるというのが売りで、全部のカードを収集し終えて、カードソフトが完成すると、ロマンスカードがもらえた。カードソフトはバーコードバトラー2専用で、 一般販売されていない。カードデザインは鉄道に関する道具や小田急の車両、駅名の文字利である。ダークワールドに囚われた小田クイーンを救出するために、ステーション戦士や魔法使いを集めて、悪の帝王を討伐し、正義を取り戻すのが目的。西暦1992年夏、愛と平和の守護神である小田クイーンが、悪の帝王ダークスターによって、囚われのみとなり、 世界は嘘、偽善、恐怖が支配する、ブラックワールドに、オ田クイーンを救い出し、再び世界に平和を取り戻すには、君の勇気が、最後の望み。キ田急前線69駅にいる、ステーション戦士や魔法使いと力を合わせ、悪の帝王ダークスターを倒せ、2および11は、出力端子を使うことで、テレビゲーム機に接続することができる。その場合、本機は、 周辺機器として扱われ、読み込ませたデータをゲームに反映させることができる。バーコードバトラー用、バーコードバトラー2用、バーコードバトラー2に C2 用バーコードバトラーと同様の遊び方を有したコンピューターゲームは他社からも発売された。単独で遊べる製品の他に、ビデオゲーム機に接続して対応ソフトウェア用の周辺機器として使用する製品があった。 いずれもエポック社のバーコードバトラーとは無関係である。ここではバーコード以外の同様の遊び方をするゲーム及び玩具について解説する。コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P64 ありがとうございます。